なかなか足が細くならないって方の中に、座ってる時足をつい組んでしまったりとか、立ってる時にこういう感じで片足に体重を乗っけてしまったりとか、そういう癖がついてる方いませんか？実はですね、それが癖になってしまうと、どん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 骨盤が歪んで足が太くなってしまうんです。今回はですね、たった1回で骨盤の歪みを取って1回で足を細くしていきましょう。本当に1回で効果が上がるので、ご自宅にメジャーがある方は最初に計測してからやってみてください。はい、それではですね、スマホ見ながら気軽にやってみてください。座った状態で行います。まずはですね、足の裏をくっつけます。くっつけたら、かかとをできるだけ、体に寄せて、ぐーっと足を開いていきます。股関節開いてたら OK です。いきますよ、20秒です。スタート。ふくーっと開いて、このね、こう開きにくい方の足あると思います。そしたらね、開きにくい方の足をぐーっと押して、ちょっとね、骨盤の歪みを調整していきたいと思います。余裕がある方はバウンスさせたりとかしてみてください。どうですか皆さん。くーっとね、この辺ね、伸びていれば OK です。よいしょ。はい、そしたらですね、手を後ろについて、足を片足ずつぐーっと内側に入れていきたいと思います。20秒です。基本的に動画の中ではあんまり厳しいことは言わないんですけれど、しっかり、ね、呼吸だけはしてください。息を止めてしまうと、首を締めながら、ストレッチしているのと変わらないくなってしまうので、ね、ちょっとこれ以上辛いのは嫌じゃないですか。ちょっとね、できるだけ楽に、一緒にストレッチしていきましょう。よいしょ。はい、そしたらですね、また膝立てます。膝立てたらですね、内ももをぎゅーっとぎゅーっと押さえながら、体をこういう感じで膝倒していきたいと思います。いきます、30秒です。よいしょ。膝と膝をくっつけた状態ですよ。どうですか。しっかり呼吸してくださいね。辛くても息だけは止めないで、頑張って、息止めないでね。どうですか、どうですか皆さん。素晴らしいです。そうです、そうです。よいしょ。もう少しです、頑張ってね。よいしょ。はい、そしたら次は仰向けになっていきたいと思います。で、仰向けになったらですね、膝立てますよ。立てたら片方の足をぐーっと、膝に足を乗っけてぐーっと床につけていきます。いきます、30秒です。ぐーっと、どうですかね、前ももあたり伸びている感じであれば OK です。前もも外もも伸びる感じあると思います。この時ね、腰は反らないように、別にこの膝、床につかなくても大丈夫ですからね。ぐーっとできる限り、あんまね、痛みがある場合は気をつけてくださいね。しっかり呼吸しながら頑張ってください。もう皆さんね、動画見ながらやってるだけ本当に偉いですよ。よいしょ。はい、次こっちの足です。ぐーっとね、足で膝を倒していきましょう。30秒です。ではぐーっと、どうですかね、左右差ありますか。左右差もしあったらですね、ちょっとね、やりにくい方を長めにやるのがベストなんですけど、まあね、ちょっと辛い方をやる、長くやるってちょっとめんどくさいと思うので自分のできる範囲で大丈夫ですからね。よいしょ。しっかり呼吸しましょう。もう自分のできる範囲でね、いかにやるかっていうのが私は大事なのかなと思うので、ストイックなのも素晴らしいんですけど、あんまりね、自分に厳しくしすぎないで、ね、緩くやっていきましょう。今日。はい、そしたらですね、次は、膝立てます。そしたらですね、軽く足開いて、この状態で足をピンと伸ばしていきます。この時に膝の上を意識しながら伸ばしていきましょう。いきます。30秒です。ここピンですよ。できる限り、膝の意識して頑張って頑張って、そうですそうです、素晴らしいです。ちょっとね、30秒長いと思うので、辛いよって方は10秒でも20秒でも大丈夫です。動画の中でね、全く一緒にできなくて、辛かったとか、体が硬すぎてできなかったとかあると思うんですけども、それは伸びしろだと思って、まだまだ足が細くなる伸びしろだと思って、もうポジティブに考えていきましょう。できないのはポテンシャルです。よいしょ。はい、そしたら次はですね、足乗っけます、膝の上に。そしたら太ももを持ってぐーっと胸に近寄らせていきます。30秒ですよ。あと息吐きながらぐーっとお尻裏もも伸びてる感じがあると思います。どうですかね、痛い気持ち、まあ気持ちいいくらいでがいいと思います。
あんまり痛いって方は無理しないでくださいね。さっきも言いましたけど、体が硬いのは伸びしろなので、ポジティブに考えてください。よいしょ。どうですか皆さん。よいしょ。頑張って頑張って。ぐーっと伸ばしていきましょう。息吐いてね。よいしょ。はい、次こっちの足です。いきますよ。30秒です。スタート。ちょっとね、一個一個長いなとかペースが速いとか遅いとかいろいろあると思うんですけど、YouTube に再生速度とか変える機能がついてたりとか一時停止あるので、その辺をそう、ね、うまく利用して自分のペースちょっと、ね、掴んで続けてみてください。ぐーっと、ね、伸ばしていってください。頑張って。素晴らしいです。そうです、そうです。いいよ。はい、そしたらですね、次足の裏くっつけます。カエル足にいきます。そしたらですね、お腹の力入れてお尻のギューの力で上に上がっていきます。お尻の穴を締めるようなイメージです。お尻の穴ギューっと締めて上に上がって、お腹力入れてくださいね。力入れないと腰が反ってちょっとね、腰痛の原因になってしまいます。いきます。30秒です。上で1秒、ギュッとするイメージ。下にいる時間をできるだけ短くしてください。きつい種目なので、ね、息止まりがちですけど、しっかり呼吸してくださいね。頑張って頑張って。辛い方は、ね、休みやってください。皆さんで、ね、やってるだけ偉いですからね。動画見てるだけでも偉いです。ぎゅーっとお尻力入れて頑張って頑張って。そうです、そうです。以上、もうちょっと頑張って。以上、素晴らしい。はい、ちょっと足伸ばして、足をこういう感じでパタパタさせていきたいと思います。20秒です。以上、股関節ね、揺れませるようなイメージですね。ちょっとね、きつい種目が続きましたね。どうですか皆さん、ついてきてますか。以上、これね、早くやる種目じゃないので、なんとなくね、股関節このあたり動いてる感じがすれば OK です。以上。はい、そしたら次横向いていきます。上半身はね、完全に力入れてください。下の足は、伸ばしても曲げても大丈夫です。上の足、つま先持ってぐーっとかかとをお尻にくっつけるようなイメージで、前もも伸ばしていきたいと思います。いきますよ。30秒です。スタート。ぐーっと。片付けるよって方はね、かかとをお尻につかなくても大丈夫です。前ももね、めちゃめちゃカッチカチの人多いので、しっかりね、伸ばしてあげてください。余裕があるって方はね、ぐーっと引っ張るとより伸びますよ。どうですか？前もものストレッチはね、めちゃくちゃ大事です。大体の方はね、前傾姿勢で歩いてる方がいるので、ここ常に筋トレ状態でね、生活してる人めちゃくちゃ多いです。ちょっとうーんと伸ばしてくださいね。この辺伸びてる感じありますか？大丈夫ですか？しっかり呼吸してくださいね。よいしょ。はい、そしたらですね、足軽く曲げます。そしたらですね、足くっつけて、この状態で足パカパカします。ここを手でちょっとね、触ってあげてください。この筋肉を使いながら、パカパカするようなイメージです。いきますよ。30秒です。スタート。以上。ここね、中殿筋、なかなか使えてません。皆さん。これね、簡単な種目でも、めちゃくちゃ、ちゃんと中殿筋が使えていれば、すごくしんどくなると思います。中殿筋ね、この辺使ってる感じないよって方はね、多分ね、まだうまく使えてないなって感じですね。ちょっとここをね、使う意識っていうのはね、これから徐々にしていけば必ず使えるようになるので、頑張ってやっていきましょう。よー。はい、そしたら足伸ばしますよ。伸ばしたら足を横にまっすぐ上げていきます。いきます。30秒です。よいしょ。どうですか？この辺きつくないですか？ちょっとね、中殿筋使う種目、2種目続くとかなりきついと思うんですけれど。骨盤まっすぐ立てる。きついよって方はね、20秒でも大丈夫ですからね。呼吸だけ止めるのは本当にやめてください。しっかり息吐いてくださいね。頑張って。左ちょっと曲がっちゃうの大丈夫ですよ。この辺意識しながら。OK。はい、そしたらもう片方の足やっていきます。そしたらですね、上の足、つま先持ってぐーっとかかとお尻につけて、前も伸ばしていきたいと思います。30秒です。スタート。どうですか？伸びてる感じありますか？かかとつかなくても大丈夫ですかね、お尻に。片付ける人は伸びてる感じがあれば OK です。
全くね、私と同じようにできなくても大丈夫ですからね。もうていうか、とにかく皆さん、見てるだけでも偉いですし、やってる方はめちゃめちゃ偉いです。よく三日坊主とか一日で終わっちゃうって方いるんですけども、とにかく、ね、今やってる自分を褒めてあげてください。動画見ながらやってるってね、相当ね、日本の中でもトップ数パーセントの意識の高さだとね、私は思います。よいしょ。はい、そしたらですね、膝曲げますよ。曲げて、かかとつけて、ここちょっとね、手で持ってあげて、中殿筋、足パタパタしていきます。30秒です。逆にこの種目超楽だよって人いたら、アマゾンとかで1500円ぐらいで、ね、ゴムバンド売ってるんですよ、トレーニング用の。バンドつけながらやってますので、もうお尻死にます、辛すぎて。よいしょ、頑張って頑張って。よいしょ、きついですね。よいしょ、頑張って。よいしょ、素晴らしい。はい、次足伸ばして上下に上げていきます。いや、きついよって方、一時停止のボタンとかやって、ね、押してちょっと休んでください。いきます、30秒です。呼吸しっかりしてね。どうですか、皆さん頑張って。素晴らしい、そうです、そうです。しっかりね、最後までやれば効果必ずあるので、一緒に頑張っていきましょう。もうね、ラストスパートですよ。もう少しで終わりです。もうちょっとね、頑張っていきましょう。よいしょ、呼吸してね、頑張って。素晴らしい。よいしょ。はい、そしたらですね、次最後の種目になります。よいしょ、四つん這いになりましょう。今からやる種目、ちょっとね、膝痛くなりやすいので柔らかいところでやってください。膝ぐーっと開きます。四つん這いですね、肘ついて前に出て、後ろ、カエルポーズな感じで後ろにこうグーッと重心かけて股関節開いていきます。最後なので40秒頑張っていきましょう。スタート。これね、ちょっとね、ゆっくりやってくださいね。グーッと股関節開くようなイメージです。速さは関係ありません。最後まで皆さん本当にお疲れ様でした。まだ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 やりたいないよって方は、おすすめの足痩せストレッチ概要欄に貼っておくので、そちらもやってみてください。最近 Twitter とか Instagram もやってるので、そちらもね、概要欄に貼ってあるので、もしよかったら遊びに来てください。しっかり呼吸してください。頑張って、もう少しです。しっかり、ね、最後までやったら、ね、効果出るので、メジャーで計測して効果あったよって方、ぜひぜひぜひ、コメント欄に、ご報告ください。もうちょっとです。以上、素晴らしい。はい、お疲れ様でした。今回の動画がちょっとでもいいなって思った方は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。またねー。